はい。はい、皆さんこんにちは。レック東京リガルマインド公務員課の講師の松浦です。はい、早速第1弾の国家総合職都庁特別区の公務員試験終われてどんなふうにお過ごしでしょうか。大体ですね、8割方の受験生はもう虚脱状態、もう全然やる気がなくなっちゃってる状態だと思うんですけども、ここが踏ん張りどころ。多分皆さんは総合職や都庁特別区受かってると思いますけれども、試験に 100% ってのはないので、やっぱり就職試験は是が非でも内定を取っていくっていう姿勢が大事です。でそこでもう一回ここで踏ん張って、国税専門官とか国家一般職とか あるいは超上級試験、その後の国大法人、それから市役所試験と、これらの試験にどうやって立ち向かっていくか、当面はまずは国税とかあるいは国家一般職になると思うんですけれども、今一体何をやればいいのか、そういうことを迷ってる人がいると思うんですよね。でそしたらですね、ですか、大事なことはこれから新しいことをしようとしないことです。で皆さんは模擬試験でそれなりの成績を捉えてきたと思います。で模擬試験でそれなりの成績が取れなかった人もですね、そこで取れた問題をしっかり取れるようにすること、今こうやってる時にもですね、今まで蓄積されてきた知識がどん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 忘れていくわけですよ。だからその忘れないようにと、あと思い出し作業をしっかりやっていくことです。でね、やることっていうのは模擬試験で点数取れたってことは勉強間違ってないので、もう一回模擬試験の前にやった勉強を思い出してみてください。それをもう一度やるんですよ。でそうすれば確実に点数は伸びていきます。あともう一つ、は今まで本試験を受けたらその本試験の問題持ち帰ってると思うんですよね。国家総合職、都庁特別区、これら辺の問題は持ち帰りが可能です。でそれがですね、その後の試験で結構出ます。結構出る。もう地方上級試験ぐらいまで行くとですよ、国家総合職から国班までの問題で大体6割ぐらいフォローするぐらいなんですよ。だからそこの本試験の問題をしっかり復習して、分かんないとこあったら担任の先生とかにこの問題どれが正解なんですかって質問とかして、それをちょっと使い加える感じで、でそれ以外は今までやった教材をしっかり復習して、新しいものには手を出さないようにすると。特にね、わかりやすいのが経済言論。私実は昔これ失敗経験があって、俺経済の神様だと思ってたらですね、全然、2週間ぐらい経済がなかったんですよ。そしたらスポーンと抜けちゃいまして、今は毛が抜けてますけど記憶が抜けちゃったんですね。で、経済で失敗しちゃいました。だから皆さんまず経済で忘れてますよ結構。これしっかり思い出していただいて、来るべき国税、国家一般職、超上級試験に向かっていただきたいと思います。でそれじゃあ頑張ってください。